松岡茉優です。ミツバチと遠雷公開まであと9日になりました。アンケートで皆さんに選んでいただいた質問をお答えしていこうと思います。最初の質問は、はい、はい、新たに始めてみたいことは何ですか？私ですね、昨年梅干しを初めてつけまして、まあ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 の出来だったんですけど、で今年はね、梅ジュース、梅シロップに挑戦したんですよ。美味しかった。ということはやっぱり来年は梅酒に挑戦したいと思っております。梅